放心状態になってるよ。バカが余計なこと言ったからだよ。まあ、せっかちゃんの件については後からご主人がどうにかしますよ。メリアよ、いつからそんな無責任な奴になったんだ。いえいえ、これはご主人にしか解決できない話なので。まあ、そうだな。俺が嘘をついたのが原因だし、自分で撒いた種は自分で何とかするよ。それでデートの時間だけど、こればかりは二人で決めてもらうということで、お互い連絡先は交換したよね。はい、学校終わったら連絡しますね。ああ、俺からできたらよかったんだけど、悪いね。いえ、私の都合に合わせていただいているのでそんなこと。いやいや、そもそも俺たちの方から迷惑をかけたんだし。いえ、でも私も了承したので結果的にパトさんは、ね、まだその譲り合い続くの。ふふ、ご主人はかなりのヘタレで奥手ですからね。案外ことかさんとお見合いかもしれませんよ。そんなことは。俺だって頑張ればリードくらい。はいはい、それは二人っきりのデートで存分に楽しんでね。それではことか先輩は学校に行ってらっしゃい。お前も学校だろ、サボるな。私はせっかねえにご飯をごちそうになるまでは帰りません。まあせっかくの東京ですし、別行動でもいいんじゃないですかね、ご主人。そうですね、せっかく東京にいらしたのでしたらぜひ楽しんでいってください。私は学校がありますので失礼しますね。ああ、また夕方連絡待ってる。それではロカちゃんもあまり学用をおろそかにしないでくださいね。生徒会長に言われたらきついな。それでは失礼します。それじゃあ俺は別件があるから、ロカはせっかたちと楽しんでてくれ。あれ、観光に行かないの？ああ、でも大事な用件だから。かな、かなも一緒に来てくれ。うん、わかった、すぐ行くね。それじゃあ楽しんで。メリア、行くよ。はい、わかりました。では、失礼しますね。ロカ、せっかのこと頼んだよ。なんだろう、何か雰囲気が少し重かった気が。気のせいかな。ご主人、ここでもやるんですか？パト、今日くらいはゆっくり休んだ方が。ダメだ、俺はもう負けるわけにはいかないんだ。かな、次元支配で別空間を展開してくれ。夕方まで時間が許すまで技術を極める。うん、わかった。でも無茶はしないでね。次元支配、無償空間。ありがとう、かな。本当はロカたちと一緒に遊びたかっただろうに。気にしないで、一番大事なのはパトだから、そこは変わらない。そう言ってくれると少しは気持ちが楽になるよ。それじゃあメリア、昨日の続きからお願い。わかりました。では戦闘オーラ量を昨日と同じ数値まで上げて維持してください。わかった。ご主人はあの監獄塔の負い目をずっと抱えてる。あの時は私たちの前で元気な姿を見せてくれた。でもカナはご主人の本音を理解していた。ご主人が元気になってくれて本当に良かった。それに課題がはっきりしたのは私にとっても良かった。大丈夫、きっと今回の挫折はご主人を強くしてくれます。メリア、いる。かな、どうしました？何かありましたか？いや、こんなこと。メリアにしか相談できなくて。おふざけではないみたいですね。どうしました？さっきパト、私たちには立ち直った。って元気な姿を見せてくれたけど。あれ、嘘。何も立ち直ってなんかない。ずっと罪悪感や後悔、自分に対する評価がすっごく悪くなってる。負の感情ばかりがずっとパトから私に流れ込んでくるんだよ。私、パトに知らない顔して笑顔でいるのが辛くて、悲しくて。かな、今は辛いでしょうが耐えてください。その代わりどんな時でも私を頼ってください。大丈夫、きっとご主人は乗り越えてくれます。それにはどうしても時間が必要なのです。かな、あなたも無理はしないで。うん、でも向き合うよ。今この感情はパトが感じている感情なんだから。私がパトを理解してあげなかったら。パトの本心はずっと一人ぼっちだよ。カナは本当に偉いです。辛い顔を表に出さないで。頑張りましょう。きっと私たちなら乗り越えられます。まだこの程度のことができないんですか？失望しましたよ。見くびるなよ、メリア、もう一度だ。あれから半年、いや白の次元支配で時の流れを遅くしたりしたから実質5年近い時間をこの次元支配で作り出した空間で過ごしている。そんな長い時間が経ってもまだパトから罪の意識が消えていない。ずっとパトの中は情けない自分のまま。話にならない。最低限のオーラ制御を維持するのにどれだけ時間かけるつもりなんですか。今のご主人に優しさはいらない。それを一番拒んでいる。私はご主人が求めるなら心を鬼にして接します。頑張って、ご主人。どう、メリア、完成度上がってきたかな。そうですね、間違いなく私たちの中では一番です。誇っていいですよ。さっきまで、この程度とか話にならないとか罵声浴びせてた人のセリフじゃないね。
それは鍛錬だからです。普段ならご主人にそんなご無礼なことは死んでも言いません。まあ、俺は優しく教えられるより、ギリギリまで追い込まれた方が伸びるらしいし、仕方ないよ。まあ、主様の性癖までとやかく言う筋合いはないからいいけどねー。M じゃないし。その言い分だと私は S になっちゃいますよ。それは間違いない。違いです。でも俺のためにせっかくの東京観光を台無しにして悪かった。私たちの本来の目的はオーブの回収と専属神の素質がある子を見つけること。今目の前に両方の目標が見えているんだからパパは頑張らないと。そのためなら私たちは喜んで協力しますよ。パインだ。ことかちゃんから連絡が来たんじゃない、夕方だし。いいですね、早速見てみましょう。ダメだ、俺とつくよみさんだけで連絡する。他人に見られるのは相手も恥ずかしいだろ。まあ、私はパパの飛行から見えるしそれでいいよ。むー、ならスカウトアシストはカナに任せます。ガッテン、私が恋のドラゴンになってあげる。なんか物騒だな。さて、よくよく考えたら同じ年の普通の女の子と連絡するの初めてだ。普通の、ってところは引っかかりますが今回は流しましょう。とりあえずすぐに返事してあげないとことかちゃん不安がっちゃうよ。そうだな。とりあえずお疲れ様。手送ろう。あ、チェックマークがついたよ。わぁ、なんか青春だね。とりあえず明日は休日、明日にデートの予定を入れましょう。相手の都合は無視です。まあまあ、さすがに都合は合わせないと。あ、返事来た、返さないと。落ち着いて、まだ書いてる途中だから。わぁ、まさかの相手からお誘いが来たよ。これは先手を取られたね。まずい、ここは俺がしっかりリードしないと。なんか二人で楽しそうです。お、しっかり相手に合わせてるね。まあ、その方がつくよみさんにとってもいいだろうからね。なら私にも合わせてほしいですよ。まるまる広場ってさっきまでいた場所じゃないか。本当だ、家近いんだね。結構いい感じなんじゃないかな。相手も結構乗り気だし。だよね、嫌がられてないよね。私は放置ですか、ご主人。まあまあ、今は大事な場面だから。次の特訓は今日より厳しくしよう。なんか不穏な発言が聞こえた気が。わぁ、どうしよう、本当に明日デートが決まっちゃったんだけど。ご主人、明日は頑張ってください。今回の理不尽をせっかちゃんたちにぶつけますから。待って、せっかのライフはもうゼロよ。普段ゼロゼロ言ってるんだし慣れっこでしょ。そうだけど意味が違う。とりあえずホテルに帰ったらみんなと一度大会までの今後について話しましょう。了解。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。